藤田の斜めのパス、ちょっとレオセアラ準備ができていませんでした。さて抜けてきました町野、折り返し山田が来ましたが届かず、ただ拾って田中、さらに折り返しウェリントン、ついに1点返しましたベルマーレ、83分1対3。中村から攻撃うまくつなげられましたよね、はい、でしっかり押し上げもできて、まあ、ヘマノスからすると高岡が出たところが一つポイントになっちゃったかもしれませんけども、しっかりクロスがウェリントンに届きましたから、これは田中がよく上げたなと思います。